竹ちゃんマンです。今日はね、ここ最近ずっとパンチやってましてね、前回左のボディーブローね、でレバーブローやったんですけど、今日は胸元、胸骨を叩きつけるね、パコーンってね、もうね、本当にまあ試合だったら叩き降りに行くような感じですね。で、の胸元のね、叩きつけるパンチっていうのをやっていきますね。で、実際自分はね、まあ選手時代ですね、本当にウエイトもガンガンやってね、相当ね、鍛え込んでたんですけど、胸真ん中って筋肉つかないんですね。なので、まあ実際ですね、もう自分も先輩たちに本当にもう何回も胸骨折られてます。だから触るとここボッコボコになってますね。で、本当気をつけなくてはいけないのはね、もう怪我だけですね。だからね、まあ胸叩きつけるパンチ練習してね、後輩なんかに、一般の道場生なんかにバコーンなんてやっちゃうと、本当折れちゃうと、もうせっかくね、道場来てるのに全然練習できなくなっちゃうんでね、まあその辺はやっぱりね、強い先輩は気をつけてあげた方がいいですね。じゃあどういう感じでいくかっていうのをこれからやっていきます。それではやっていくんですけどもね、まあ自分サウスポーなんでね、特にサウスポーっていうのはね、左の胸元のパンチっていうのは面白いように入りやすいですね。入るので、これはもうフルスイングで思いっきりどん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 叩けるように練習した方がいいですね。で、胸元パンチどんな感じで練習するかっていうと、これもまず掌底を返しますね。まあ今ずっと掌底返してやりましょうってやってますね。で、肩ね、普通だったらまあ肩の高さにね、肩よりも拳が1個分上に出るぐらいの感じですにして掌底返します。で、こっからね、今ちょっと遠くに行く感じで掌底をグンってガンね、ガンね、ガン、まあこっちもドンね、ドンね、上からちょっと遠く行く感じに叩き、ドンね、ドンドン叩きつけるような感覚でちょっと練習していきますね。そうすると腕ゴーンと重さが感じるようになってきますね。ドンドンって重さが、まず重さを感じる練習をね、これもうずっとここね、ここ最近やってますけど、もう一緒ですね。その感覚をまずつかみます。で、ね、角度変えてちょっとやってみますね。で、ちょっと肩よりもね、手が、拳が、掌底がちょっと上から下に叩きつけます。ゴン、ダン、ダン、で、こっちもドン、で、ゴン、ゴン、ゴン、ね、叩きつけますね。このね、感覚ですね。その感覚をつかんだら、もうおなじみですね、パタパタなんですよね。パタパタ、パタパタね。で、パタパタで、まあ、こっからね、わかりますかね、上から叩きつけたいですね。で、上から叩きつけるんで、軸このままのこのね、肩の水平軸の感じでいくと、まあこれでも叩きつけられるんですけど、もうちょい上から叩きつけたいですね。で、もうちょい上から叩きつけるためにはどうしたらいいかっていうと、今拳の高さがここにありますね。これが足からグって頭をね、グって倒してあげると拳が上に上がっていきますね。上がっていって、こっからパタパタバンですね。胸元ドンですね。ダンダンね、バンね、叩きつける、うん、コンコンドンで叩きつけるような感覚なりますね。で、まあこっちもですね、スーッとね、こっからうっと足で頭をうっと振ってあげるんですね。うっと振ってあげる感じですね。そうすると拳が上がってきます。で、あとはパタパタドンガンダンバンですね。ドンって、で、上から叩きつけるような感じになりますね。ちょっと角度を変えてみます。こっからちょっと、ね、傾けると拳が上がってきます。あとはドンですね。ドン、上からパタパタです。ドンドンって叩きつけるんですね。ドン、こっちもですね、バコーン、ドンドンですね。こっちの角度だと
倒、拳が上がっていきます。でこれ腕全く動かしてないです。持ち上に持ち上がります。こっからパタパタドンね、ドンドンね、ゴン、こっち拳が上がってきます。ドンね、ドンドンドンね、叩きつけるような感じで、この胸元とか実際は鎖骨のあたり、もしくは肩のここすんごい痛いです、ここですね。で腕のここ神経通ってるんで、ここもこう押せばすんごい痛いとこあります。ポンポンポンってやったらめっちゃ痛いですね。これ痛めるともう何にも練習できなくなっちゃうので、練習の中ではね、やっぱここは叩かない方がいいですね。まあ真ん中もしくは胸元を叩いてあげた方がいいとは思うんですけどね、これね、上からしっかり叩きつけられるようにですね、この肘のスナップね、拳ナックルを返すね、この感覚を覚えていくと胸元バコーンって入っていきますね。これしっかり練習してください。ここでね、まあ一般道場生とかビジネスマンクラスの人がね、大概やってしまうパターンっていうのはね、うまく叩けないパターンっていうのはね、まあ上から叩きつけるんでこうやっちゃうんですね。こういう風にね、あってね、もしくはこういう感じで、ね、こういう感じになっちゃいますね。でこっちもあすごい危険ですよね、危ないね。これで、ね、なんか押すような感じ、もしくはただドーンってなってバコーンって感じが出ないです。ではどういう感じかっていうと、実際よーく見てくださいね。ここ今ここ絞ってます、絞ってますね。でここにある拳が今何にも体を動かさないと、こう、まあ、ちょっと肘今まっすぐ、まあね、まっすぐっていうよりもちょっと肘が曲がってる感じです。肘曲がってる感じです。こっからこうこうまっすぐポンポン、この感じです。これぐらいの感じです。ポンって出しますね。これがよく見てくださいよ。こっからポン、このこう出してるのが、これが足で頭をグーンって振っていく感じなんですね。グーンって振っていくと、まあ、こういう感じになります。叩きつける形が、まあ、できましたよ ね、 ね。こういう感じなんですよ。だから変にこうやってないですね。こうやりたくなっちゃうのを、もうただここにこう出してるだけなんですよ、ね。これが頭が振られるんで、軸が張っていくんで拳が上がって、あとはまっすぐ出すと叩きつけるような感じになります。ドン。これ戻すとほら、全く変わってないですね。だからこういう感じ、こういう無理にこういうやってないです、やってないです。ね。でもこういう感じでドン。これがドーンですね。ドン。ね。ボン。ダン。ダン。ね。バコーン。ね。この感覚ですね。これを、やっぱどうしても、普通の一般道場生は、なんかね、あんとか、変にやろうとしてしまいますね。なんでこの、まあ、パタパタですね、パタ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 、しっかり姿勢ガッて決めてね、脇絞って上から叩きつける感覚、軸が傾く、拳が上がる、あとはまっすぐこの角度に出すと、ね、これができればうまくダコーンって叩きつけられるようになると思います。あとはね、もっと威力をつけたければね、まあディフェンス、なんかちょっと体振ったり、あとは相手のパンチをちょっとポンとね、相手カットした時にガーッて腰を切ってあげます。ガーッと切っといて、バコーンですね。ガーッと切っといて、ね、足からグワンって頭を振ってあげる感じです。グワーンって叩きつけて、あげるともっと威力が出てきます、ね。で、あとは、まあ、今自分サウスポー、ね、サウスポーなんで、もうバン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 、ね、これ、はい、ね、入れられるとすごく有利なんですけど、右構えでも、こっち、これ、ほんとすごい入れやすいです。入れやすいです。こっから、バン、バン、ドンですね。こっから、スーッといって、ちょっと、ね、ちょっと切って、ね、ボン、ボン、で、ドン、叩き、肘のパタパタスナップ、ドン、ね、そうすると、胸元、バン、叩きつけやすいですね。で、ね、
まあ、しっかりこれ練習していくと本当にね、まあ、真ん中もしくはこっちですね、ね、面白いように入るようになるんでね、まあ、こっちが入ると下がすごい入れやすくなりますね。外も入れやすくなりますので、ね、まあ、胸元のパンチっていうのは直進空手の試合戦いにおいてはもう本当に使えた方がいいと思いますね。いいので、ね、まあ、しっかり練習してね、使えるようにしてください。うっ。